みさんハートありがとう。ぶかんさんハートありがとう。トラビスランキング2位から落ちてない。やったー。今日早起きだった？なんでですか？ なんか言ったっけ私。なんか言いましたっけ？今日早起きだった？私。レクルスさんハートありがとう。シナさんポップコーンありがとう。ピピさんキノコありがとう。ありがとうございます。ハシルさんありがとう。ティラミスランキングどこで見るか分かんないけど、ここに時々流れてくる。ガピさんありがとう。アイシラモンさんありがとう。アキタンさんありがとう。川佐徹さんありがとう。え、なんか好き？なんか？ ジャックさんありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。マイハブのカムダウナです。よろしくお願いします。シェリーさんポップコーンありがとう。ありがとうございます。アーモンドさんありがとう。これ電気が強いな。化粧変えました？今日はカラコンが違いますかね。の予定行こうと思ったけどいっぱいで入れなかった。骨付き鳥とか美味しいお店ですよね。可愛すぎ、ありがとう。バスギアさん、レンボスター、ありがとう。カズキンさん、愛してる、ありがとう。しおりんさん、かわいい、ありがとう。これ塗ってたっけ、今。覚えてないや。サンピンさん、ポップコーンバケツ、ありがとう。ユアネームさん、かわいい、ありがとうございます。はあちゃんのチーク今日塗ってないんですよ。なんか塗ってなくて悲しいです。持っていこうとしたんですけど、なんか持っていくのも申し訳ないなと思って 今日ちょっと使えなかった。お誕生日のやつなんだ。レターパックで送るから。ありがとう。楽しみにしてます。トラップさん、何？風船いっぱいありがとう。風船いっぱいありがとう。なんかハートいっぱい飛んでる。愛してる 嬉しい。いっぱい愛してるがいた。金子さんありがとう。ポップコーンバケツ。マウ愛してる、ありがとう。モンピラさん、ポップコーンバケツありがとう。イニ、愛してる、いっぱいありがとう。愛してる。ありがとう。粉からベーグル作ったよ。見たよ、それ。めっちゃすごいね。すごいね。なんか画面がさ、曇ってんのか、自分が曇ってんのか分かんない。どっちも？かすきさん、ジェイカネコさん、ありがとう。ナッチさん、ありがとう。こんばんは。アンピーです。今日朝ツイート忘れてて、昨日の夜中じゃない、夜に気づいたんです。昨日ちょっと日付回るぐらい寝てるんですけど、今日しないかもって言ってた？あ、言ってたかも。けどしましたよ。そう。そう。何の話してましたっけ？あ、そう。で、あ、やばいと思ったけど、その、まあ、確認時間があって、まあ、過ぎてるしダメだなと思って、昼ぐらいにしよっかなと思ったけど、なんかちょうどいい写真なくて。明日は絶対しますね。 明日は絶対します。おかぴさん、ポップコーンバケツありがとう。ヤンカーさん、何これ、お花？あ、花？ハートか、ありがとう。ナッチさん、ありがとう。今仕事から帰宅した。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。お仕事だった方お疲れ様です。実はね、2日間休日がありまして、マイハブちゃんに休日で、バルーンフラワーありがとうあって、私は昨日はもうほぼね全く出てないわけじゃないけど、誕生日ギフトの対象のみ。あ、そんなのあるの？そうなんじゃね。なんかもらえるんですか？ 最悪、なんかもらえるんですか？やばい。そうなんですよ。今日
はまた後日写真をあげると思います。きっときっとね。みんなお仕事でしたか？カストルさんありがとう。天岐阜などもらえます。などですか？やばいね、激アツじゃん。今日は綺麗なお姉さん22歳だからね。やばい、22歳、22歳だから。出かけしてました。別に大々的になんか言う場所でもない。全然旅行もしてないです旅行もしてないですね。スイッチも変えちゃう。え、何がですか？何が何が天岐阜ですか？そうなんですよ。え、何がですかね。何がそうなんですよでしたっけ。22歳も可愛い、ありがとう。天岐阜額は足りないけど。足りないんかい。ああ、貯めればね。ミスタラさんキノコありがとう、ありがとうございます。そう、別に大々的にみほりんみたいに日本から出てましたみたいな、海外旅行はしてないです海外旅行もしてないし、泊まりもしてないし。もし狙うなら今月は誕生日ギフトのみにするよ。でもなんかね、なんかね、はい、いや、嬉しいですよ。嬉しいんですけど、なんかね、なんか強制課金になるのは嫌なんで、まあ、なんか、まあ、お気持ち程度に気持ち程度にもやばいか、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろう、はい、そういうこと。日野田さんとの通称可愛すぎて待ち受けにさせていただきました。嬉しい。そうです、アンレームさんは日野田さんがおしめでございます。声をかけさせていただいて写真を撮っていただきました。うーん、やばい嬉しい。竹、今日は花垂公園に行ってました。あ、そうだったんですね。くまさんありがとう。インスタグラムベリーナーラークエブリデイありがとう。今日大人っぽいセットアップだからですかね。いい顔して写ってた私ですか？写真なんだろう。みんな休日あったら何するんですか？2日間休日もらえたら何するんですか？結構この2日間なんかさ、1日だけだったら遊びに行くのもなんか絶妙じゃないですか。けど2日間あったら1日はどっか行ける。なんなら1泊2日でもね、行けるじゃないですか。マシになった。2日はガチで寝る。え、2日も寝ますか？そうなんじゃん。まあ、お似合いです、ありがとう。休日好きな曲を家で流しながらゲームしてます。ゲームはしないけど、でも最近ポケモンのカードゲームあるじゃないですかは始めたんですけど、まあ、全然なんかいいの出なくて普通にやめたいって感じけど、でも好きな曲をこのね、こいつで流すか、本当に家の中でもイヤホンつけちゃう。イヤホンつけて爆音っていう爆音ではないけど、ちょっとね、ちょっとレベルを、外で聞くよりはちょっとレベルを上げて、なんかライブみたいな感じで聞いてますあと昨日とうとう、あ、今日の朝というか今日メイクしながら鬼滅の柱稽古編の最後までもう見終わったんですけど、何度目かなんですけどね。いや、もうなんかもうすごくて 3回目、あの、戻して3回見ました基本土日休みだから特に何もしない。あー、そっか。遠いスパに行ったりする。いいスパ、2日で24時間寝ると思う。めっちゃ寝るじゃん。いいね。今日全然眠れなくて12時前ぐらいには寝たんですけど、そう、寝たんですけどね、3時に起きて、3時ぴったりに
時計見たら3時ぴったりで、やべえ3時ぴったりって思って、そっから眠れなくて3時10分になって、あーこれは眠れないやつだと思って、3時40分ぐらいまではちょっとスマホと向き合っていらっしゃって、でそっからもう寝たかったんですけど結局寝れなくて、寝てると寝てないの狭間ぐらい、目はつぶってるぐらいで悲しかったです、ね、その後寝たのかは分からない。課金はしてないです。配信見ながらのんびりする、いいね。ポケ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 って言うんだね。運が良かったら他の人からカードもらうときに欲しいのゲットできるね。どういうこと？そうなんだ、そういうシステムがあるんだね。 YouTube をテレビにつなげて好きな歌手の映像を流し見してます。何が好きなんですか？こんばんは。どのシーン一番好きよ？最後です。もう鬼舞辻、あのあれ、あいつがこいつがみたいな、鬼舞辻むさーみたいな見てる人は分かるよね、これ炭治郎がむさーみたいなの、あいつが鬼舞辻むさーみたいなあそこら辺がめっちゃ好き。分かるかな。会いに行く時の緊張しちゃってね。やっぱりアンピア可愛いな、ありがとうね。何の話してたっけ。アクティブな2日休日は1日で大掃除して2日目でショッピングに行く。いいですね、大掃除ね、したいと思ってます。まあでもなんかなかなか踏み切れないっていう、ちょっと身の回りの整理整頓って感じですね。チークも赤いし指も赤いし酔っ払ってるみたい。はふざけてる。は好きくない好きくない。うーん、そうなんですね。めっちゃいろんなとこ好きなんですね。いいですね。無残のオーラみたいなものが流れ出てるところ、あー、まあ、その後かな。どちらかというとそのもうちょっと後ですね。こんばんは。今日私大丈夫ですか？なんか首痛いんですけど。ただの首が痛いだけですか？それが出たってことは機嫌がいい日ですな。急に決まった休みでもやっぱりどっか行きたくなる？平日は行きたくなんない。まあ土日も行きたくなんないけど、土日はそう家族でご飯とかはあるかもしれないけど、平日は基本なんだろうな、平日は基本私ベーグルのことしか考えてないんで、あ買いに行こうかなとか思い立つぐらいかな。としあさんありがとう。ちょっと疲れてんじゃね。あそれだけですか？ついてるとかではなく疲れてるだけですか？どういう感じで疲れてるですか？自分でベーグル焼くとか、いやめっちゃ自分でベーグル焼くのもいいんですよ、簡単作れるんです本当に。けどお店のベーグルには勝てないから、自分で作るなんか意味を感じられないというか。アイスレモンス、アイスレモンスありがとう。もはやヘイグル、ヘイグル、ベーグル、ベーグル。 CT 撮ったらアーナのお味噌がちょっとベーグルの形になってそう。やばい、明日久しぶりベーグルが、今週ベーグル食べてなくてすごい泣いてたんですけど、明日食べれる予定予定、みんなに報告しますね食べれたら。なんで楽しみ。疲れてないけど疲れてるっぽい。あなるほどね、よかった。首のここが痛いんですここなんですけど、よかった疲れてなかったや。買ったベーグルは焼いたり食べたりしないの？うん、出来上がったベーグル食べる。自作のベーグル、想像以上のベーグルだった。食べたいんだけど。アンナが作ったベーグル食べたいです。何億円かかりますけどいいですか？ベーグル愛です。綺麗なお姉さんですね今日は。
ベーグルどうやって食べるの？なんか私が好きなところはもう味が入っててからなんか別に何もしないけど、絶対挟んでも美味しいですよね。挟む系も食べたことあるんですけど好きですね。うっす感想。アメリカトーストみたいに焼いて食べるらしい。あ、そうなんだ。じゃあいつかそうします。インスタ投稿始めたけど曲は全部白黒パンダにしとけばいいの？インスタは関係あるのかな、わかんないんですよね。分割で、はい。はい。物販でアンちゃんのベーグル売るなら定価いくらで、手渡し価格、手渡し価格なら逆に皆さんどんぐらいがいいと思いますか？タワマンあげるからベーグルください。やばい、タワマンくれるんだベーグルで。なんか1ヶ月ぐらいこもってベーグル前に作んないといけないね。ベーグルぐらい愛されたい。なんかまあベーグルはさ、いなくなっていくものだから、なんていうの、なんだろう、はかない。ベーグルってはかないじゃん。ベーグルはかないじゃん。なんかね、悲しい、悲しいじゃん。だからなんかね、ちょっと違いますよね。手作りベーグルなら3000円、やばい、ウォッターブックリって呼ばれちゃう。そう、終わっちゃう。なんかね、私ご飯で、ね、本当に美味しいもの食べてる時にすごく悔しい思いをするんです。悔しくなってくる、どんどん美味しいもの食べてる時に、ああ自分ここまでしか食べれないんだっていう、この胃のキャパとかこうお金の面もそうですし、あ私はもうここまでなんだって思ってしまって、すごい悲しいんですよね。こんな美味しいものがあるのに、もう美味しく食べれる息をこのままじゃ超えてしまうみたいな、わかる？もうお腹いっぱいっていう気持ちしかなんないみたいな、あともし食べてもみたいな時とかはもうすごい悔しくて、こんなにも美味しいのに私はなんてなんてダメなんだと思ってちょっと悔しかったりしますね。なんか私は本当に物欲というか、なんかそういう欲まみれですね。そう、食べるの好きなんですよ。困ったことに執着心がすごいです。執着すごいですよね。私多分執着やばいと思います。執着あんましちゃいけないとは思うんですけど。寝不足。そう、ベーグル履かないんだ。食事終了ですよ。いい考えですよ。真剣に食べてる、ありがとうございます。よかった。ベーグルの次に何が好きなの？ベーグルはめっちゃ好きなんですけど、まあ、一番好きなのがグラタンなんですよ。グラタン好きで、でもグラタンはそんな毎日食べるものじゃないし、そもそもだからその限定枠というか、もう黄金輝いてる。あとチョコバナナが好きで、でもチョコバナナもそもそも食べないじゃないですか。なんて言うんだろう、まあ、チョコバナナの味が好きみたいな、チョコバナナのなんとかとか、チョコバナナ自体も好きだけどみたいな。あのバナナもねめっちゃ好きなんですよ、普通に。だからバナナとベーグルが同じぐらいの立ち位置にいる。イエーイ。ほうれん草グラタン、お寿司最近めっちゃ好きですよ。カニクリームグラタン大好き。こんばんは、アイスレモンさん、ありがとう。そう、集め出したらやばいですね。そうなんですよ、執着しちゃうんですよね。困った負けない。そう、好きなものとことん好きだから、ベーグルもずっとハマって、今結構ずっとハマってて、割ともう前ハブ入ったぐらいから、その入ったっていうのは8月じゃなくて練習始めた時から、もう私はベーグルハマってて結構飽きてない今のところ。すごくない？結構私飽き性なんですけど、結構長い、食べ物の中だと結構殿堂入りするんじゃないかっていうぐらい長いです。うわーい。桃太郎さん、ありがとう。そうなんです。カズキンさん、ありがとう。もう最近あのね、マイハブのスタッフさんがね、あのいつだっけ、
文化祭学園祭の時にその美味しそうおしゃれなパン屋さんがあったから寄って、みんなメンバー分とかいっぱい買ってきたみたいなパンを買ってきてくださったんです。それでいろんなパンがある中でバナナのパンがあったんですよ。で私絶対それが欲しいと思ってじゃんけんで決めるんですよ、マイハブは。基本もしねなんかあったとしてもじゃんけんで決めるんですけど、じゃんけんで4番目か3番目かだったんですよ。4番目かな多分。でどうしようと思って、うちのバナナ取られちゃうと思ってお願いしますって心の中で祈ってたんです。バナナバナナって思ってたら誰も取らなくて、あみんなもなんかちょっと気使われてたら申し訳ないけど気は使…あ待って充電できてなかった、よいしょ、気は使わないでほしいんだけど、そうバナナ食べれた無事その日、すごく嬉しい出来事でした。あずきんさんありがとう。バナナ取るなーつ出てた、穏やかにしてたんだけどな、別に何でもいいよ感は出してたんですけどねそう、でもなんか定期公演の時にもなんかそうダンスの先生がね差し入れ持ってきてくださって、クレープみたいなバナナとキウイがあったんです、とパイナップルかながあって、もう私じゃんけんそこも4番目ぐらいで、あ4番目だ4番目やばい結構負けてるね、あーバナナ残っててほしい、お願いしますお願いしますって言ってたけど、3番が多分リータン でリータンはパイナップル選んで、そうバナナとキウイが残ってる状況になったんですよ。多分今日上がってた動画のやつですね。で私はもうそこで勝ち確してたんですよバナナが残ったと思って嬉しいと思って、あそこでずっと私はあそこにみんなが多分クレープ撮ってる動画上がってるじゃないですか、あれ私めっちゃ近くにいるんですよ、うん、みんなが何を撮ってるかずっと見てて、実は隣ではないですけどカメラの隣ぐらいにずっと立ってて、実はでリータの時はもう次自分だからリータを撮るもので決まるからあそこで見てたんですよ私恥ずかしいですよね。そうそうリータン撮ってるの見て、でリータンがねあの動画の後に実はリータンがバナナ残ってるよって言ってくれてめっちゃ年下にね気を使わせてしまったなと思ってすごい反省しております反省しております。そうバレてた、パン狙ってたのバレて、忖度入ってたと思うよ本当に本当にね、リータン優しいよね、残ってるよって言ってくれてバナナ食べましたあの動画の話ですね。そういい子ですよリータン、へへへ、忖度がちあの動画ラスト、いちかちゃんね叫んでたよね、緊張するみたいな、あれさ始まる前だったんだっけ、全然覚えてなくていつ撮ったか。クイニーアマンキーって何する、何ですか、スイーツですか、セブンにあるんですか、やばいですね。アーナブログの最後貼ってる画像めっちゃ使い勝手いいし可愛いね、そうです使ってください、全然どうぞどうぞどうぞ、丸ごとバナナってあれですよね、なんかなんて言ったらね、パンケーキみたいな、なんかスポンジみたいなのに丸まってるやつよね、丸いクロワッサンみたいなの、丸いクロワッサンって何ですか、何丸いクロワッサンって、デスクトップに貼っといたわありがとうミスタラさん、ありがとうポップコーン、1、2、
123456711月7日8910あ間違えた7891011121213124567891011213 OK最後に伏せ、スポンジ生クリームバナナ丸ごと1本なんかそのミニバージョンがあってミニバージョンは2回ぐらい食べたことある美味しいよねミスドのねポケモンドーナツ見ましたよディグタみたいなモグラみたいな子のやつなんかいろんな顔があるからなんかどの子が来るんだろうみたいな、なんかねバズってんの見た娘ができないよ、クイニーアーマンで隣のがセブンのパンコーナーか見てみよう甘パン食べないんですよね私ビーグル好きなのにもうビーグル好きなんですけど小麦があんま好きじゃなくて絶対嘘これはめっちゃ嘘ついちゃった小麦好きじゃないわちょっと嘘つきすぎたパンだけちょっとあんまり好きだけどめっちゃ好きなんですよ好きだけど最近はなんかベーグルしかって感じで浮気はしないタイプ私はねね浮気はしないんですよそうパンの中だったら絶対ベーグルしか俺はおらんからベーグルしかガストルさんありがとうで私うどん今日買いました食べてないけど買いましたそう、 うどんもラーメンも好きですパスタも好きですうどんもパスタもラーメンも小麦あとは何だろうケーキとかも好きですしスイーツ系とかも大好きクッキーも大好きそうなんですよだからめっちゃ嘘小麦はめっちゃ好きけど本当にベーグルしか今食べてないであパンは本当にベーグルしか食べないぐらいのルールをつけてるなるべくねこうなんかあんまり食べ過ぎるのも良くないじゃん小麦をだからそうそうそうなんですよそういうことがあるんですよ小麦と結婚したいぐらいさすがに小麦と結婚したくない私小麦ってさ小麦ってベーグル小麦使ってますよたばしすぎると飽きるの早くなりそうなのがねねでもベーグルは飽きてない私まだ明日絶対食べたいベーグル発表しますね明太チーズが食べたいの絶対に食べたいのでも食べれるかな食べれること祈っといてくださいアーメンと結婚しましょうどうしよっかなあでもとかじゃないですけど私一昨日ぐらいの配信今日の感想レポートまとめてくださいね煎じ程度でいいですよって言ったんですよしてくださってる方が数名本当に片手数えるぐらいですけどいてそうすごい嬉しかったです嬉しかったですベーグル美味しいよ煎じ書いたよそうねありがとう完璧忘れてたうん分散あるかも
違うよ、私への愛があれば書けるんですよね。 LT って制限あるんだ、知らなかった。書けると思ってた。おか、あの名前出した、あ、間違えた、おかぴさん2個書いちゃった、ごめんなさい、間違えた。また来ました、ありがとう。書けるけども、書いてなかったら書けるけどもって言えないですよ。厳しい。そんなの愛さえあればちゃちゃっとできるんですよねー。ズルしたけど、書いてくれるっていう、その書くってことがもう本当に嬉しいなって思います。チップ君としまる君は帰ってきてたらもう寝てたんですよ。作文苦手だった、まあ、得意不得意はありますからね。え、なんかずれちゃったかも、もしかしてこれ。まあ、いっか、別にこれランキング順に書いてないからね、設定では、設定ではね。愛を込めてベーグル作りました。食べたかった。結構間違えた、まあ、いっか。お手紙で書くは嬉しいです、ありがとうございます。ということで、ランジャー見たいと思います。13位かすきさん、12位まんさん、11位いなちさん、10位ぴぴさん、9位しおりんさん、8位アイスレモンさん、7位かわさソウルさん、6位アイスレモン、間違えた、6位カズキンさん、5位 J 金子さん、4位オカピさん、3位ヤンカーさん、2位トラップさん、1位、ありがとうございます。寝ちゃいそうこのまま、ありがとうございます。わーい。わーい。ということでね、本日は今日見てくださった方ありがとうございます。夜遅い時間にありがとうございます。告知は特になんか大きいことはあるわけではないんですけど、 SNS ぜひ確認してくださると嬉しいです。ブログも上がったのと、あとみほちゃんとねファンクラブの動画も上がったんです。私まだ見れてないんですよ。見ましたか？私もファンクラブ会員なんですけど、実はマイハブの。そうなんです、自分で入ったんですけど、そう、見てないけど不安、あの動画大丈夫か。マジであの動画ちょっと緊張して、お互い、みほちゃんはどうだったか知らない、私は緊張しちゃって全然なんか大丈夫だったかなって、ちょっと見るのも怖いです。どうですか？今から見るね、ありがとう。今起きた、おはよう。会員ナンバーいくつ、そんなあるんですか？私ちゃんと入れてんのかな。そう、マイハブに課金してるよ。ちゃんと会話できてたかな、私。怖い怖い。まあね、ぜひ見てください。あと TikTok インスタもぜひよろしくお願いします。はい、今日はね、あ、17分あったんだ、ドキドキ。テンションイングさん結婚してありがとう。今日はね、私はディズニーランドに行ってきたんですけども、そう、行ってきたんです、行ってきたんで、その写真もたくさん撮ってもらったので、インスタに X に出すと思うので、フォローしてくださると嬉しいです。なんだってー、なんだってー。そう、最近ディズニー行ったらね、奇遇な出会いをするんですよ。前 C、 いとこと C 行った時は、そのなんか若干噂で
あの前バイト先でいた方がこうディズニーシーで働くみたいなことは噂で聞いたことあったんですけど、たまたま私ご案内されて、そのこの乗る前の案内されて、あれと思って見たことあるみたいな感じで、私がえみたいな感じになって、あっちもあってなって気づいてくれたんです。でそれが C だったんですけど、今日行ったのはランドなんですけど、ランドでは本当に知らなくて、本当に全く知らなくて、直接話したことはなくて、でもなんて言うんだろう、友達の友達、もうめっちゃいい仲いい友達のめっちゃいい仲いい友達みたいな、だからなんて言うの、まあなんか顔なんて言ったらいいんだろう、なんか友達の一番仲いい友達のその仲いい友達だから信用してる友達、会ったことないけどでいらっしゃって、たまたましかもご案内されて、めっちゃ顔似てると思ったんですよ。え顔似てる、やばいと思って、すごい似てる、かわいいと思って、そうじゃああっちから私が3度見ぐらいして、えみたいな感じで3度見ぐらいしてたら、あっちから話しかけてくださって、かなちゃんです、マイハブのって言われて、えですよねってなって、すごいですよね、すごい偶然、偶然。そう最近ちょっとねディズニー行ったらなんか再会的な、再会ではないか、再びではないんですけど、そうすごいですよね。そうさすがアンピ、そうびっくりしました。磁石で引き寄せてるかなすごい。今日ランドめっちゃ空いてて、とても空いてて、もうめっちゃ乗ったんですよ。もうプーさん2回乗ったし、そう最後とかも本当に5分待ち、5分も本当は待たない、歩いてるだけみたいな感じで、めっちゃいっぱい楽しめたので。リーダメル C だからね、 C 行ってないんだ、 C 買いに行くんだリーダーと。そうめっちゃ空いてた、超空いて、あ風強くて超寒かった、超寒かったよ、足を出してたんですけど寒かったです寒かったです。でもね写真を楽しみにしてくれてたら嬉しいなと思います。今からお風呂入りながら写真のね整理をして、皆さんにお見せできる写真を区別していきたいと思います。さあだよね、朝も寒かったよ、朝から顔痛かったかな、なんか下向いてたから。そうめっちゃ楽しかったですよ、インスタかな、インスタの DM 見れないからさ、そうなんですよ見れないんですよ、ごめんね。寒波ですか、寒波ですか、美味しいもの食べました、ソフトクリーム食べました。なんかハロウィン一応今日までだったんですよ、でもないものはなかったらしくて、ないものはないんですけど、なんか一応ある予定ではあったけどなくなってしまったやつがあって、私2度目でどうしても食べたかった、なんかサンデーみたいなソフトクリームのハロウィンバージョン食べたかったんですけどなくて、チョコレートのやつ買いました。でも美味しかったです、でめっちゃいい写真撮ったんであげますね、絶対楽しみにしててください。なんかいそうインスタのその DM で思い出した、なんかストーリー私コメントできないようにしたんですよ、私が勝手に、じゃあなんかコメント届くようになって、昨日になんか通知来てるなと思ったら、私本当に通知が残ってるのが嫌なんです。だから LINE とかもさ、ここに通知残るじゃん、あれも本当に嫌なんで、結構ゼロにしたいタイプなんです、そういうの、そういう表示すべて。だから
私嫌でそう見れないから、その通知も消せないっていうのがすごい自分的にはすごいストレスなんですねだから消してたんです、コメント。できないようにしたらさ、別にウィンウィンではないかもしんないけど、見れないからさ。そうけど、なんか来てたから設定変わってたんですよ。だから私怒られるのかと思ってちょっとビクビクしてました。勝手に設定変えないでって言われるかなと思ってビクビクしてたんですけど、別に何も言われなくてよかったって感じなので、勝手にまた変えましたそう、なんかわかんないけど設定戻ってて、そうけど私がまたあのできないようにしました。くまさんありがとう。そうだから皆さんもね、私 X はもう無限に見てるんでX でお願いします。ストレス溜め込まないようにね。え、そう通知のねあれがねすごい嫌なんですよ。私運営さんが操作したかもしれないけど、何も来てないってことはさね、わかんないなんかあれまたなんかできないようになってるってなるのかな。でもあれやっててさ得なくねって思った。あ、間違えたかも今、ないかなって思ったから。でもメンバーはできるようにしてる、メンバーというかフォローしてる人にはできるようになってて、だからメンバーからはくれるよ、あのメッセージ来れるようにしてるんです、一応設定ではね。けどメンバーから来ないんですよ。メンバーからメンバーだけできるようにしてるのに、メンバーからメッセージできたことないです今日のはできないようになってた。今日やってみました。ダレルンさんありがとう。そう X しか勝たん、私 X 民ですからX 民なんで、よろしくお願いします。でも X 結構私結構見てる結構見てる、ごめんね、ごめんね。なんかいつもねインスタまだ慣れないです。ごめんねっていうごめんねではないかもしれないけど、そうなんか見てますみんなのこと気になるから結構見ちゃう、へへへ。あ、なんか今落ち込んでんのかなとかもめっちゃ見るあー落ち込んでるんだとか。そう X 民、ということでそろそろ終わりたいと思います。でも私察しはいいタイプなんで、絶対にわかんないです。そう私察し悪いタイプかも、生きてきてる上で。察し悪いタイプかもしんないけど察しいいタイプなんですよ意外とね。察しいいところと察し悪いところがあってでも多分察しいいから、察しいい私そうなんですよ、任せるも何もないですけどそうみんなと楽しく過ごしたいなって思います。綺麗な景色ポストしてください。サソリ座ってサシーの、あ、そうなんだ。そうなんだ、へへへへへへ。ということで本日は終わりたいと思います。次配信するのはわかんない、ちょっとわかんないです。メイクする予定がないんで、まあ、メイクはいつかするのでその時に配信します。まあ、近頃するかもしれない、明日はしないです。なのでまたその時は配信見に来てください。告知もするのでよろしくお願いします。本日はありがとうございました。シティさんありがとう、バイバーイ、おやすみなさい。今日こそ早く寝たい、今日こそいっぱい寝たい。
私がいっぱい寝れることをお願いしといてください。おやすみ、ありがとうございました。バイバーイ。